鉄人化計画が運営するカラオケの鉄人以下カラテツがアニメコラボのノベルティ好きラーメンを商品イメージと大きく異なる具なしの状態で提供していたと話題になっているメニューではキャラクターがプリントされているノリ好きとも歌っていた2021年11月7日にツイッターで被害を訴えた利用者によると店員から事前説明はなかったという同利用者は翌揚日 問い合わせに応じた空鉄から謝罪文が届いたとしている空鉄の池袋東口店渋谷道玄坂店秋葉原昭和通り口店では11月30日までテレビアニメ「ドクターストーン」とのコラボ企画を開催しており限定イラストが使用されたノベルティ好きのコラボメニューやグッズが販売される被害を受けたと報告したツイッターユーザーは池袋東口店を利用税込1100円のコラボ記念 センソラの海苔付き醤油ラーメンを注文した。一品注文ごとに、ノベルティのオリジナル A4 ランチョンマットが付く。メニューに、掲載されたイメージ写真では、チャーシュー、海苔、ネギ、ほうれん草、メンマなどの具材が確認できる。しかしながら被害を訴える投稿の写真を見ると、汁を吸ったような麺だけがどんぶりいっぱいに盛られている様子。同行者の分も並んでいるが、同じく麺のみの状態だ。投稿者は、これで、千円って、なんなん と怒りを滲ませつつ、投稿者らの指摘によってのりの提供とラーメン売り切れたからコンビニで買ってきたの出してますと説明を受けたともツイート今回の投稿は大きな反響を呼びツイッターではこれはひどい楽しみにしていたのにこれはがっかりですねといった声が寄せられている8日に投稿者が公開した文書によると カラテツは謝罪を重ね、正規品の提供ができていない状況だとして、返金など要望に応じるとする。カラテツは、同日、一部コラボ企画における対応の不備があったとして、アニメコラボ情報を発信する公式ツイッターアカウントでも謝罪した、事実確認や、商品写真と異なる代用品を提供した理由の説明などを求め、カラテツ側に取材を申し込んだ、店舗問い合わせ担当は、9日、 当事者への対応を優先しているとして、個別の質問事項について回答を控え、下記の通り答えた、この度はカラオケの鉄人でのコラボ運営に関してご心配ご不安をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。弊社といたしましては重く受け止めており、真摯に対応できればと考えております。現在、従業員へ事実及び、経緯確認を行っておりますが、お客様へ誠実に向き合い、正しい商品を、 適切な品質でご提供するという店舗として基本原則である部分を書いた対応となっております。原因を追求するとともに今後二度とこのようなことが起こらないよう厳しく対応を行ってまいる所存でございます。今後の運営に関しては事実確認をもとに空鉄公式 HP や Twitter で伝えていくという。